30秒奈良時代中央集権化の一環として、古事記日本書記ができ、長屋王が三世一神の方を施行藤原の四子が登場し、後に権力を握った橘の諸江に不満を持った藤原の博次が反乱。ずびっしょりな聖武天皇は戦闘を繰り返し、神国かー言うて東大寺の大仏を作ります。光明皇后に気に入られた藤原の中呂が諸江の子供を排除。でも、皇権上皇とイチャコラパラダイスした道教がみるみる権力を持ち、中呂は淡路に流されました。でも、宇佐八幡宮信託事件で道教の天皇化は叶わず、長岡教をいで平安教へと戦都しましたとさ。平城教綺麗